カクテルグラスカクテルグラスとはボールの形が基本的に逆三角形型をしたショートドリンクを飲む際に広く用いられる足つきのグラスである。カクテル関連書籍では基本的にカクテルグラスではなくカクテルグラスと表記される。カクテルグラスはカクテルを飲むために用いられるグラスの一つである。カクテルグラスの形状は ボールの形が逆三角形型となっているものを基本としており、長い足がついている。この形状のため、あまりグラスを傾けずとも、グラスの中身を飲むことができる。しかし、丸型のカクテルグラスといって、ボールの形が上を向いた半円形をしている場合もあるし、その他の形状のものもあり、デザインは豊富である。なお、丸型のカクテルグラスなどにも、長い足がついている。 足がついているグラスはステムグラスと呼ばれるが、このカクテルグラスはステムグラスの代表とも言われる。グラスの容量は75から9 0トル程度と通常のコップなどと比べて少ないのも特徴。ただし、カクテルグラスの容量は75から9 0トル以外のものも存在する。また、通常のコップには陶器製のものなどもあるが、 カクテルグラスは必ずガラス製である。なお、カクテルグラスに用いられるガラスは、基本的に無色透明。ちなみに、もしも、カクテルグラスの足に気泡が入っている場合、そのカクテルグラスは粗悪品であり、足が折れやすい。カクテルグラスは、その名の通り、カクテルを飲む時に用いられる。しかし、カクテルの中でもロングドリンクを飲む際には用いられず。 ショートドリンク専用とも言えるグラスである。つまり、それほど時間をかけずに飲み干すことが勧められるカクテルを飲むために使用されるのである。なお、ショートドリンクは温度が上がると味が落ちるとされるため、なるべくカクテルグラスを冷やした上でカクテルを注ぐことが望ましい。また、グラスの中身を飲む際、足の部分を持ち、ボールの部分に手をかけないのも、 少しでもカクテルの温度を上げないためである。無論、バーテンダーも客にカクテルグラスに注いだカクテルを出す、とき、ボールの部分に触れたりすることはない。カクテルグラスは、カクテルの色を邪魔しないよう、基本的に無色透明である。逆に言えば、無色透明なカクテルグラスでなければ、今から作るカクテルの色を考えた上で、カクテルグラスの色を選ばねばならず、汎用的には使いにくいとされる。 カクテル関連書籍にはカクテルの色別の作品が作られることもある。カクテルグラスの容量は様々なものがある。代表的なもので 60ml、75ml 60、82.5ml 75、90ml 82.、120ml 90、120 150ml とある。これらの中で元々日本ではリットル、ヨーロッパではリリットル。 アメリカでは 90ml のカクテルグラスがそれぞれ標準とされてきた。ちなみに国際バーテンダー協会が主催するカクテルコンクールでは通常のカクテルグラスとして容量 90ml のものが大型のカクテルグラスとして容量 120ml や 150ml のものが指定されている。日本では年代が下るにつれカクテルグラスが大型化する傾向にある。 かつて日本ではあまり大きなサイズのカクテルグラスは普及していなかった。カクテルグラスには容量 60ml と容量 75ml があるとの記述や、容量 60ml と容量 75ml と容量 90ml の3種があるとの記述があるが、それ以上の容量のものが記されていないこともあった。また、容量6 0が普通であるが、 アメリカ型のものとして、容量9 0トルという大型のカクテルグラスが存在するという記述のある書籍が存在していたことからもわかるように、日本では1980年代まで容量6 0トルのカクテルグラスを標準的なものと考えるものもいたという事実がある点。さらに、容量9 0トルのカクテルグラスが大型のカクテルグラスとして区別されていた点は、 注目に値する。この中で日本では次第に容量7 5トルのカクテルグラスが一般的となった。容量7 5トルを標準とする記述は多くの書籍で見られる。対して容量6 0トルのカクテルグラスに言及されることは急速に少なくなっていく。その後、国際的なカクテルコンクールでは 容量約9 0トルのものが使用されることの影響もあり、容量9 0トルのものが使われ始める。そして、容量9 0トルのものが広く使われ出して、現在に至る。かつては紹介されないことすらあった、容量9 0トルのカクテルグラスを標準とするとの記述が多くの書籍で見られるようになった。しかし、同一人物による著書でも、 以前の書籍では容量7 5トルを標準とするとなっていたのに新しいものになると容量9 0トルを標準とすると記述が変わっているのも見逃せない事実である。つまり日本でのカクテルグラスの容量は7 5トルを標準としていたものが9 0トルを標準とするように変化していっているのだ。それでも日本では 容量75から 90ml 程度のカクテルグラスが一般的と考えるのが良いだろう。ショートドリンクの中でも完成時の量が多くなるカクテルについては容量75から 90ml のカクテルグラスではなくさらに容量の大きなカクテルグラスが用いられることもある。しかし、大型のカクテルグラスが指定されているレシピのカクテルの場合、 容量の大きなカクテルグラスを用いるのではなく、ソーサー型のシャンパングラスで代用されることが多々ある。日本では、あまり大きなサイズのカクテルグラスは普及していなかったため、また、特に容量 120ml 以上の大型のカクテルグラスに至っては、なおのこと普及していないため、ショートドリンクに分類されるカクテルの中でも、比較的大きな容量を必要とするカクテルを作る場合、 大型のカクテルグラスを用いるのではなく、ソーサー型のシャンパングラスで代用するということが、しばしば行われるようになった。シャンパングラスにはフルート型という、高さが高いタイプのものもあるが、こちらはカクテルグラスの代用グラスとしては用いられない。これは、ソーサー型のシャンパングラスはシャンパンで乾杯するときに、フルート型のシャンパングラスは、 比較的ゆっくりとシャンパンを楽しむ時に用いられる。わけだが、カクテルグラスと同様に短時間で飲み干すためのグラスという共通点のあるソーサー型のシャンパングラスがカクテルグラスの代用グラスとして用いられるのである。2009年現在でもこのような代用は行われている。アイオープナーやクローバークラブやナイトキャップなどなど特に経卵が材料として用いられる。 ショートドリンクを作る際に代用が行われることが多い。これらのカクテルでは使用するグラスとして大型のカクテルグラスではなくソーサー型のシャンパングラスと書かれたレシピも多く見かけられる。なお、フルート型のシャンパングラスがゆっくりとシャンパンを楽しのに適しているのはその形状のためソーサー型よりも炭酸が逃げにくいためである。ありがとうございます。